こんにちは、つちのこです。今日はポケタルの更新日。皆さんね、結果はどうだったでしょうか。まあ、A 以下は確定ですよね。また A! もう A が定番になってきたな。もう結構コイン使って調整してるんだけどね。ほんとなんか運にも見放されてる気がする。4個、10個。最近ね、スマホ版で結構始めた人も動画見てくれたりしてね、そういう人から見たらね、うわすっげえダメージ与えてるってなるかもしれないけど、もうもうあの育てきった人がすっげえいっぱいいるから、特に 3DS の方はあの課金しないでね、課金しないでコインとかねゲットできちゃうんで、長くね続けてる人が多いので、僕もねリリース当初からやってんだけど勝てないね。 S のところに残れない、悔しいな。ほぼほぼね、同じ同スペック対決だと、まあ、運もあるけど、やっぱ実力差が出ちゃうよね。実力差なんだと思う。特に指定消去系はすごい実力差が出るから。僕、ホームボタン押ししてもあれだからね。さてと、今あれですね、ジラーチ来てますね。年に2回だけ来るっていう噂の。最近始めてね、コンプ目指してる方はジラーチ絶対ゲットするまでやってください。さあ、まずは EV ガチャやっていきましょうか。さて。正月は、小吉でしたね。ここは大吉を痛めたいところ。お祈りして。3つ出る まあ、小吉で細々。また同じこと言ってんな、細々とか。小さく生きていきます。小さくしっかりと積み重ねて生きていきます。一応ジラチやっときますか。ああ、バリアでしたね。まあでも多分これに挑戦しようと思う人はこういうグラードンとか持ってないかもしれないな。確かにこれだったらスピアとかが一手でねメガ進化できてドカンと解除できるのでいいかも。どうしても植え潰されちゃうとね難しいかも。まあ一手ずつの岩お邪魔ですね。バリアは多分後になってから出してくる感じなのかな。あ、倒しちゃいましたね。はい。なんか、今のね、ポケモンでやるとすっごい簡単に見えるけど、やり始めのね、ポケモン揃ってない時だとかなりね、厳しいと思います。今のバリア弾きがね、何回か成功してたから、ドカンとダメージ与えられてましたけど、あれ上でね、真ん中でね、でっかくバリアで、動かせなくなっちゃってるんで、コンボできないんですよね。あれ解除しないと。だからそこを、解除できないまま続けちゃうと、全然手数残んなくてね、ゲット率 1% とか、そういう極悪なことになっちゃうんで。さあ、まあ、もう、何週目 ?4 週目ぐらい、4週ぐらいしてんのかな、もう。アシレーヌの方も。これね。後半、マックスレベルアップもいる。レベルアップもいる。スキルパワーもいいよねってことで。結構、やって損はない。やって損ないね。レベルアップバトルになります。これ、結構進めてる人でも、逃したくないイベントじゃないかな。他はね、正直、スルしちゃってもいいレベルかも。氷の舞も別にだし、何が来てんだこれ。ウインク鬼氷か。あとフーパーはタイプレスコンボで強いので、もうモンスターボールマークあるから出てきますね。スキルパワー、タイプレスコンボにして、スキルパワーをタイプレスコンボちょっと根気が必要だけどね。でこれマックスレベルアップあるんで、マックスレベルアップ欲しい人、そしてタイプレスをね今から作ろうとしてる人は周回すげえいいんじゃないかな。あーブロック、そしてレジギガスが混入してるわ。なるほど、ちょっと厳しいかもね。こう、やるじゃない。このやっぱりリカドンがいるおかげで、まあ、すぐメガ進化できるっていうのが強いけど、これがなかったらね結構厳しいですよ。これ言ってもね、このお邪魔解除能力がずば抜けてるんで、これも。今ね、こういう風にしちゃえば、まあ真ん中の方のお邪魔はほぼ消えたみたいなもんじゃないですか。これができるのとね、できないのじゃやっぱ大きく差があるので、
で、コンボがね、混入しちゃってるんで見込めないので、やっぱりこれはリレーラッシュとか、そうだな、そんなに、コンボに依存しない形を取る、あ、間違えた。左右でやる予定だったんだな。おお、あ、なるほど、初期位置にしてくるって感じなのかな。まあ、ここら辺も、綺麗にしちゃって、これで、お邪魔はほとんどなくなって、倒せましたっていう感じですけど。これもね、対策ポケモンがいないと、もうかなり詰むパターンですね。さすがクーパー、強いね。強いけど、色違いにリザードンがね、いたら、まあ、お邪魔はね、どんな難しいお邪魔でも、すぐにね、解除できちゃったりするんで、だいぶね、差がつくと思います。色違いリザードンすげえ重要でしょう。いつぞや来てたけど。あとはスーパー1日ワンチャンコスボームをやるって感じですかね。これもスキルパワー S とマックスレベルアップがもらえるんで、もらえるかもしれない。大したことなくなるんだよね。かわいい口が。逆にしたらにっこり顔だね。逆にしたらにっこりしてるんだろうな、きっと。にっこりちゃん。なんかお邪魔、おかしいな。来る気がするけど、うん、別に大したことないですね今のところね。はい。ああ、これだけどお邪魔でこう綺麗にしてくれるんで、これが割とね、解除してコンボもしてくれるんで、こう上残られるとちょっと嫌だけどね。はい。メガ進化したと同時に勝つレベルです。そんなに難しくないね。で、1個ってことは、全く役に立たないスキルパワーがもらえ1個もらえると。白2つだったらスキルパワーバンバン剤なんだけどね。はい。この1個しか出てない時点で、スキルパワー以外が出ることないですから。赤だけしか出ないっていうことはあるけどね。はい、こんな感じですね。まあ他はやる必要ないっしょ。このアシレーヌを、まあ、頑張りましょうってことで、今週はこれにて紹介で終わりたいと思います。よかったらまた次回も見てください。それじゃあ土の子でした。